アイテム番号 SCP-487JP。 オブジェクトクラスニュートラライズド。特別収容プロトコル SCP-487JP の死亡、及び遺体への検査の結果より、1993年0月6日をもって SCP-487JP の特異性は失われたことが認定されました。遺体の標本がサイト、77の定期圏生成物標本保管ユニットに保管されています。SCP-487JP に関する文書は参照を目的として保存されます。前番の特別収容プロトコル閲覧のみ。特別収容プロトコル SCP-487JP は標準人間型オブジェクト収容セル一室のみを備える、孤立した一棟の収容建造物に収容されます。SCP-487JP の影響の伝播を防ぐべく、建造物周辺には最小で半径180メートルの緩衝地帯が設けられます。緩衝地帯外縁は封鎖され、いかなる状況下においても担当主任研究者の承認なき領域内への侵入は禁止されます。職員による緩衝地帯への侵入が行われる際には SCP-487JP に対してセル付属の拘束ユニットを利用した自己拘束の勧告が行われます。閉回路カメラによる拘束状態の確認の後、職員の侵入が行われます。拘束の解除は職員が緩衝地帯からの退出が確認された後に遠隔操作によって行われます。協力的な態度、並びに倫理的な観点より、D、クラス職員標準支給の作業用ズボン及び下半身の下着のみ着用を許可されています。いかなる状況下においても、上半身の衣服の着用は許可されません。中止。ホエミを参照のこと。説明 SCP-487JP は肥満体の白人男性であり、1.8 メートルの身長と 94kg の体重を有しています。回収時に携行していた公的証明書類及び身元調査により、SCP-487JP はドイツ連邦共和国国籍を持つワーネッケという人物であることが判明しています。SCP-487JP の特異な性質は、その衣服の着脱の動作に際して現れます。SCP-487JP が衣服の着脱の動作の開始を行うに従い、その周囲半径約150メートルにいる人間は SCP-487JP と同様の動作による衣服の着脱を実行します。この性質による動作は被験者の随意を伴うものではありません。すべての被験者は、何らかの外部の力で体が無理やり動かされている、等、自身の意思に反する動作である旨を主張します。影響による衣服の着脱は上半身を含む衣類に限定されるとみられ、帽子類や下半身のみを含む衣類を脱ぐことによる影響は確認されていません。この影響は、影響を受けた被験者からさらに他の人物へ影響の伝播が発生することが確認されています。影響範囲外の被験者にも、時間差の後に同様の影響が波及します。影響を受けた被験者から150メートル円の位置にいる人物への伝播は確認されていません。また、150メートル円からの視認非都市の知覚手段による伝播も確認されていません。前述の伝播による効果の変化や減衰は見られません。北海における35名の D クラス職員を用いた大規模実験では視点から 5km 超の距離での波及が確認されました。終点への伝播までに平均 242.3 秒の時間が費やされたことが記録されています。SCP-487JP は1992年11月30日に発生した航空便航空事故の後、生存者である乗員、乗客が事故直前の状況について、着陸寸前になぜか体の自由が効かなくなり、服を脱いでしまった、という旨の供述を一貫していったために財団がその存在を発見しました。財団傘下の病院において行われたいくつかの検査により SCP-487JP が発見され、確保されました。ホイ1観察記録1992年12月1日、SCP-487JP が一定のパターン、周期、図1参照、での作業用ズボンの着脱を繰り返す運動を行うことが確認されました。その動機に関する質問に対し、SCP-487JP は恥じらう態度を見せ、これは、安永さん、の鼻歌を模倣したものである、という回答のみを示しました。その他の、安永さん、に関する質問に対しては一貫して公聴の後に黙秘するという態度を示しました。潜在的リスクに対する懸念より、衣服の支給の中止が検討されました。ホエミインタビューログ、06DE1212、1
1992その特異な性質、および調査された来歴に不審点が見られない点を鑑み、SCP-487JP に対して特異な性質を獲得した経緯に関する質問が試みられました。対象 SCP-487JP。質問者ハンス、ユルゲン、クリーガー博士。記録開始。クリーガー博士こんにちは。今日は質問したいことがあって伺いました。聞こえますか？ SCP-487JP 聞こえています。安永さんはどこですか？安永さんに会わせてください。クリーガー博士その話は後にしましょう。あなたが不思議な力を手に入れた経緯を教えていただきたいのです。SCP-487JP、即座に、これは神が特別に私へ授けた力です。クリーガー博士手に入れた経緯を話してください。SCP-487JP、5秒の沈黙、申し訳ございません。興奮しすぎてしまいました。先日の飛行機事故、あの時に私は天からの啓発を受けたのです。クリーガー博士どのような啓発を受けたのですか？続けてください。SCP-487JP が顔を紅潮させる。SCP-487JP あの時、私は自分の声を諦めていました。安永さんへの気持ちは膨らんでいくのに、私は気持ちを伝えることができない。安永さんはドイツ語が話せないようなのです。いいえ、吃音、ヨシンバ、話せたとしても話せたとしてもきっと私はこの思いを伝えることができないでしょう。私はとても恥ずかしい。SCP-487JP が机に顔を伏せ頭を抱える。SCP-487JP 安永さんを思うだけでももう私は頭がいっぱいになってしまう。顔を向けてお話なんて、できない。クリーガー博士あなたの受けた啓発に関することを教えていただきたいのです。よろしくお願いします。SCP-487JP、ため息、安永さんのことを考えるとついこうなってしまうのです。申し訳ありません。飛行機であったことをお話しします。あの時、私は安永さんに気持ちを伝える方法がないことにずっと悩んでいたのです。取引先からの帰りのあの飛行機の中、ずっと安永さんに気持ちを伝える方法を考えていました。そんな時、機内オーディオにつなげていたイヤホンから声が漏れてきたのです。安永さんに勝るとも劣らない、澄んだソプラノの美しい声が私に伝えたのです。何時に力を授ける。何時の思い人と通じ合う力を。さあ上着を脱ぎなさい、と。クリーガー博士そして服を脱いだのですね。その後はどうなったのですか？ SCP-487JP 目の前がまばゆい光に包まれました。一瞬の沈黙の後の轟音、悲鳴、衝撃。のどかな空の旅からの突然の転調です。安永さんと私の関係性のこれからを暗示したものに違いありませんでした。私の臆病な脳が終わりを告げるに違いないと、その時確信したのです。クリーガー博士ありがとうございます。先ほどお話になった声について、可能であればもう少し詳しくお聞かせください。例えば自身をどのように称していたかなど、お話しいただけると我々はとても助かります。SCP-487JP なんですって、安永さんを世界で一番好きなのはこの私だ。あなたではない。クリーガー博士何ですって、もしもし。SCP-487JP 安永さんに私のメッセージが伝わらないのはあなたのせいだな。私にはわかる。クリーガー博士メッセージとは、あなたが一定の周期で服を着脱しているあの行動ですか。どのような意図であのような行動をとるのかお話しください。SCP-487JP そのような侮辱は許されない。あなたの汚さを告発し、安永さんを守る、覚悟せよ。記録終了。SCP-487JP が脱衣を試みたため、保安要員による鎮静が行われました。インタビューは中止されました。墜落した飛行機の残骸の調査において機内オーディオ機器からの異常は発見されていません。これ以降、SCP-487JP は全ての職員に対して拒絶する態度を示し始めました。衣服の支給はこの時点をもって中止されました。ホイ3事件、0ADE106億、1993年0月6日、SCP-487JP が自力で抜いた歯と爪を用いて自身の上半身の皮膚を剥ぎ取る行動を行いました。
記録によると行動に移ってから9秒以内に上半身の約 66% の皮膚の剥奪に成功しています。この直後、干渉地帯外、SCP-487JP から約2棟の位置に配置された職員が SCP-487JP の影響によって見られるものと同様の脱衣動作を起こし、この位置から影響がエリア内全体に拡散しました。あのラックスーツを着用して作業に従事していた2名の研究員が軽度の化学やけどを負った点を除いて、人的、物的な被害はありませんでした。事件後、SCP-487JP の死亡が確認されました。検視による死因の断定は失敗に終わっています。出血の量は極めて少なく、致死量をはるかに下回る点が注目されています。関連する超常現象報告1994年6月4日、ホイ・イチノズに示されるものと同様のパターンで尿の排出、中断を行う犬の出現がドイツ南部にて多数報告されました。SCP-487-JP との関連性についての調査が進行中です。